時空マジック、レオンの体がテーブルを貫通する。時空の歪みを操り、レオン自身がテーブルを突き抜ける、もはや理解不能の世界。そしてついに、え、そんな感じで時空を捉えました。早いな。そんな感じでやんの？え、今入ってる？え、そんな感じでやんの？なんよ、なんでそんなことすんの？え？あんな顔なるわ。四方を囲んだカメラクルーが今、目の前で起きている衝撃の事実をカメラに克明に収める。これは本当のことなのか。何気持ち悪ゆっくりゆっくりテーブルを完全に貫通し進むレオン。今見ているこの奇跡こそが真実。すごいね。え、そのまま行っちゃうの？時空の歪みを自在に操り、我々の想像をはるかに超えた現象を見せつけるレオン。その場に居合わせた者たちは、その驚愕の世界にただただ唖然とするしかない。ここでおもむろにジャケットを脱ぎ始めたレオン。そして、あ、そっか、そこは、もうこれはすごいね。あ、出てきた。時空の歪みを捉え、なんと自らの体ごとテーブルを貫通させる。四方をカメラクルーが取り囲む囚人監視の中、その奇跡は確かに起こった。テーブルを完全に貫通し、一歩一歩進んでいくレオン。これぞレオンが見せた奇跡の瞬間。時空を自在に操る世紀の魔術師ドクターレオン。彼の世界に不可能の文字は一切ない。コンプリート。